私は建築家です。私の仕事は人が住む場をデザインすることです。けれど建築家の可能性というのはこれだけにとどまりません。今日お話しするのは3つのブリッジング、橋を架けるアイデアです。人と建築をつなぐ橋を架け、人と専門家をつなぐ橋を架け、そして専門家同士をつなぐ橋を架けます。建築とアートは違います。建築には必ずユーザーがいます。みんな建築と関係しているのです。どんな人でも住んだり働いたり勉強したり休憩したりする場所が必要ですよね。けれど日本で建築を楽しむ喜びについて語る人はまだ少ないです。なぜでしょうか？難しそうだからですか？わかります。ごめんなさい。私たち建築家は難しい言葉で難しい文章を書いたりします。あまり馴染みがないからでしょうか？わかります。多くの人は建築の楽しみ方や味わい方を知る機会がなかったでしょう。ある日私は福岡のある現代建築の取り壊し中の場面に出くわしました。その建物をとても好きでしたし、自分が暮らす福岡という都市に対する誇りを与えてくれたものでした。とてもショックでした。その出来事を通して気づいたのです。建物を市民と分かち合うことがどれだけ大事かということに。専門家たちは建物の解体を望んでいなくても、多くの市民が同じように思わなければ、また同じことが何度も繰り返されてしまうことになるのです。ところで皆さん、こんな経験ありませんか？ちょっとした情報で目の前のワインがもっと味わい深くなったこと、ちょっとした解説で手に取っている焼き物を見る目が変わったこと、そういった経験というのはあまり馴染みがなかったものを好きにさせてくれたりします。そこで決めたんです。福岡市民がよく通ったり目にしたりする建物を分かりやすい説明で紹介するツアーを始めることにしました。このツアーは2009年から2011年まで8月に3日間だけ行いました。たくさんの施設を紹介しました。オフィスビル、銀行の本社ビル、博物館、小学校に地下鉄の駅までです。面白いエピソードをたくさん紹介しました。この広い屋根の上には何種類の植物が育っていると思いますか？知ってます？この他にないオレンジ色の石はどこから運ばれてきたか知っていますか？インドなんですよ。多くの方々が建築がこんなに楽しいものって知らなかったとおっしゃいました。この真ん中の福山龍之介君という少年は家族のツアーに参加してくれました。最初出会った時は12歳でしたが、もうすぐ高校生になります。彼は建築が大好きになり、大学では建築学科を専攻するそうです。2012年には親子ツアーを夏休みに開催しました。子どもたちってすごいんです。建築家の名前をすぐに覚えたり、コンセプトを理解したり、都市構造を読み取ったり、このツアーを通してここに人と建築をつなぐ橋が架かったのだと確信しました。今日この TEDx 福岡が終わってこの建物を出られると、私たちのツアーでご案内している建物をご覧になると思います。ですから、もし次回のツアーに参加されるのでしたら、今よりもっと福岡の街を楽しめることになることをお約束しますよ。昨年秋、この活動を続け発展していくために非営利団体を発足いたしました。これからさまざまなツアーや講義、ワークショップなどを行っていきます。それだけではありません。人々が建築をもっと楽しむことができるようなスマートフォンのアプリ開発も計画中です。わあ、素敵な建物、誰が作ったのかしら。スマートフォンをお持ちの方は分かりますよね。
わあ、素敵なデザイン。照明デザイナーは誰かしら。わあ、素敵な素材。どこの会社が作ってるのかしら。私たちの活動により市民がデザインの価値を発見し共有してくれることになることを願っています。地元の優れたデザイナーや工務店メーカーなどを広く知ってもらうことによって未来のデザインが花開く土壌を作るんです。ですからあなたのお気に入りのデザイン、お気に入りのレストランを誰がデザインしたかが分かるようになるかもしれません。そう、これって人と専門家をつなぐ橋ではないでしょうか。では私がデザインしたプロジェクトをお見せしてよろしいですか。今日は典型的な建築である集合住宅商業建築をご紹介はしません。普段たくさんデザインしてるんですけれども、福岡市民の皆さんはきっと街に走るこのバスお分かりですよね。これは5人のデザイナーと共同で制作しました。主にグラフィックデザイナー、プロダクトデザイナー、そしてプランナーなどです。この会社は2000台以上もバスを保有していますから、バスというものを都市景観における動く家具と考えました。このプロジェクトを終えた後、小さな町に走るたった1台のバスというデザインも私たちで成功させました。その後、こちらをデザインする機会を得たんです。何だと思います？バス停なんですよ。今は子どもたちが集まる場所にもなっています。これは建築のデザインというよりもプロダクトデザインのスケールに近いかもしれません。6平方メートルしかありませんから。しかし場を作り出すのが建築家の仕事ですから、大きさやスケールの問題ではありません。この橋の建築は土木エンジニアと共同制作をすることの難しさを教えてくれました。13年という年月は彼らの論理を学ぶのに十分でした。そして共同制作されたこの橋では、人々が訪れたり歩いたり運動したりすることを楽しんでくれています。この写真お分かりになりますか。そうです、私のデザインしたバスが私のデザインした橋の上を走っているんです。私は典型的な建築家ではないかもしれません。かなり多様化していると思われるかもしれません。けれど本来建築とは多くの分野を含むものです。技術に始まり、科学、歴史、心理学、哲学まで、そしてもっともっとまだまだあります。建築は多様なものと関わっているのです。一方で私たちの都市景観はこんなに美しくはありません。とても散らかっていて、高い建物が低い家の隣にあったり、電柱だらけだったり、たくさんの色の看板があったり、このバラバラで統一感のないものを統一させて、もっと美しくするために建築家が他の専門家たちと手を組む必要があります。建築家はこれらのデザイナーたちのつなぎ役となります。なぜなら私たちは多様性を兼ね備えていますから。今日のお話をブリッジングにしたのは、私が橋をデザインしたからだけではありません。デザインの価値を高めるための橋渡しをすること、私は幸せに思っています。そして社会において建築家はその橋になることができ、そしてその橋となれるということを信じているからです。それではあなたはどんな価値を高めたいですか。あなたがデザインしたいのはどんなものをつなぐ橋ですか。ありがとうございました。